AM2 をお伝えします。会場は群馬県前橋市大和市民体育館前橋です。実況担当佐藤哲也でお伝えしてまいります。この2人の信頼感は素晴らしいものがあります。そして外を振っていったジョーンズ、インサイド入ってきてバンクショット、しっかりボードを使って決めていきました。小渕が入ってきます。さあ笹倉レイジュフェイントエリアを送っていって、ここは合わせました。来ました群馬が、パーカーがドリブル一個ついて、トレイ・ジョーンズ、トレイ・ジョーンズがミドルからスリーポイント、トレイ・ジョーンズ。そしてインサイド入ってきて、スキロカットした、スティール、スティールしてプレイアップ決まる。仙台の一戦ですが、ここはキックアウトのボールをうまく野崎がスティールして、このレイアップ決めていきました。キックアウト、外に出していたボールをカットしました。あとはジョーンズ、どうするかな、うん、ノールックでパーカー、レイアップ。ジェイコブセンが周りを見ている。このボールを送っていく、ここにジョーンズがスペースつく。そしてクエリを前にして払っていった、スクープショット決まっています。ジェイコブセンは昨日ダブルダブル、得点とこのリバウンド、ジョイコブセンレイアップ。サファイからキーナン3ショートか、リバウンド取っていってオフェンスリバウンドからのバンクショット、バスケットカウント。第4クォーター5分を切ってきました。このプレーが切れるとおしゃれタイムアウトがあります。野崎レイヤースリーポイント放っていった、野崎決まる。野崎レイヤーのスリーが決まって、そのジャンプショット、野崎レイヤー。野崎はこの P2 リーグ、手桜からボールを送ってて、カットジョーンズ、ここはバンクショット。笹倉レイジのロングパスをカットした、スティールして、さあ1本返せるか、サーブ放っていって、さあ今度は野崎が離して、さあトレイ・ジョーンズがダンク、仕上げる。試合終了、連勝、群馬クレインサンダーズ、ライバルの仙台エイティナイナーズを迎え撃っての一戦、連勝を飾って連勝記録を18に伸ばしています。